ヤホスクリスです。はい、今回ね、また動画撮ってるんですけど、今回ね、ここに今、チャモさんがね、いるんですけど、ちょっとね、ピントが映んないんで、よいしょ、で。この子は今日はちょっとね、起きたばっかなんですけど、はい、こんな感じでね、チャモさんがいます。はい、まあね、今回はね、話す動画は、爬虫類の床材についてね、話していこうと思います。でね、これまで自分がね、使った床材が6種類あるんですけど、その6種類のね、特徴をね、まあこういう子におすすめだよとか、湿度が高いのにはこういう子、こういう床材がいいよとかっていうのをね、話していこうと思います。はい。じゃあ、チャモさんにはね、戻ってもらおうと思います。よいしょ。はい。てな感じなんですけど、ここからじゃあね、話していきます。まあね、まずね、ペットシーツ。はい、多分ね、順番に話していくんですけど、ここら辺にね、画像は出しておきます、毎回。で、ペットシーツはね、まずね、どういう子におすすめかっていうと、トカゲモドキ、いや、レオパとかニシアフとか、だったり、太顎のベビーだったりですね。まあ自分もね、太顎のベビーに使ったり、ニシアフに使ってるんですけど、まあそのね、まずじゃあメリットから話していくんですけど、まず、まあね、ペットシーツ自体がね、結構ね、大きいのが多いんですね。45センチ×30センチ、45センチ×45センチ、45センチ×60みたいな感じで大きいのがあるんで、まあね、ちっちゃいトカゲとかだったら大丈夫ですっていうのと、あとはね、清潔を保てるって感じですね。砂とかだとね、もしかしたらなんかあるかもしれない、ちょっとね、汚れちゃったりするかもしれないみたいな感じのことがあるんですけど、まあそれがない。で、デメリットが、ね、大きいトカゲっていうか、まあその、太顎とかのベビーは大きくなると、成長するとね、やっぱりね、ペットシーツなんてね、すぐめくっちゃうんですね。なんでそこが、まあちょっとね、デメリットかなっていうのと、あとはうんちの汚れですね。ニシアフとかレオパはうんちね、自分でね、ペットシーツの上にしても避けてくれるんですけど、太顎、こういう子とかはね、もううんちしたらね、それでも関係なく走り回って、帰ってきたらめちゃくちゃうんちまみれだった、みたいな。ペットシーツもケージもだし、あとはこの整体もね、うんちまみれになっちゃうこともあるんで、まあ、そこはね、もう、もしうんちして汚れてたら毎度変えなきゃいけないよっていうデメリットはあります。どうした？で、次、湿度がね、あんまり保てないですね。ペットシーツだとやっぱり。まあそれはもう仕方ないです。はい。で、二つ目、床材。おっと、ご飯を食べて。はい、じゃあちょっとね、二つ目、今もう一回ね、言うんですけど、二つ目はね、キッチンペーパーですね。まあこれはね、最近自分が使ったあの、ニシアフ3匹目の子のね、床材なんですけど、あんま使ってないんですけど、おすすめなのはトカゲモドキですね。まあレオパとかニシアフとかって感じで、ペットシーツとはね、違うところが、まあサイズがね、そんなにね、大きくバーってできないっていうのと、薄いんで、ペットシーツに比べると。なんでね、レプタイルボックスとかに使うんだったら全然いいんですけど、大きい子にはちょっと厳しいかなって感じですね。ただやっぱりね、メンテナンスはすごい楽っていうのがメリットだと思います。で、デメリットがさっき今言ったね、ちょっと小さいっていうのと、薄いっていうのと、湿度が保てない。これもね、ペットシーツと一緒ですね。はい。ってな感じで、まあね、こっからね、まだ話していくんですけど、まあこの二つはね、ちょっとだけね、清潔感は保ってるけど、見た目がね、まあ、レイアウトとかをしたいっていう人にはちょっとね、って感じになっちゃうんですけど、こっからのね、やつはね、砂とかになるんでね、レイアウトしたい人におすすめって感じです。はい、一つ目がね、デザートブレンド。まあね、今ここで使ってるチャモさんのケージとかもデザートブレンドっていう砂を使ってるんですけど、クルミの殻の。なんですけど、これは、乾燥トカゲにおすすめです。まあ、太顎だったり、あとは他には、トゲオアガマとかだったりね、そういう乾燥地帯にいる子におすすめです。はい、っていうのもメリットは、消臭。まあね、これはね、すごいね、わかるんですけど、うんちとかした時にね、まあ、やっぱりね、ある程度、匂いは抑えてくれます。っていうのと、まあ、メンテのしやすさ。うんちした時にね、さっきペットシーツとかだとね、走り回ってうんちついちゃうみたいな、整体にもついちゃうみたいに言ったんですけど、これだったらそんなにね、すぐね、うんちを、砂がね、もう、
なんて言うんだろう、囲うっていうのかな、砂がついたらね乾燥してくれるんで固まってくれるんで、後からねすぐ掃除しやすいですね。うんちがねこの子につくこともそんなにないですね、そのうんちした瞬間以外は。なんで、メンテナンスも楽だしねっていう感じで、見た目もいいしって感じです。でデメリットはね、まあ砂自体が結構重いですっていうのと、まあやっぱりねペットシーツとかに比べるとちょっと高いっていうのと、砂なんでね細かいんで、こういう子はね走り回ったらねガラスのこことかのレールにねすごい砂がね残っちゃいますっていうのと、やっぱりもしかしたら誤飲する可能性があるっていうのが、砂だと一番ね、高い可能性を持ってます。はい、ってな感じですね。次、1,2,3,4つ目はデザートソイルで、今ね自分の家では西ヤフと、西ヤフだけかなに使ってるんですけど、これはねヤモリか樹状性トカゲにちょっとおすすめでかなって感じですね。まあ他の子に使ってもいいと思うんですけど、メリットが消臭、まあこれもねさっきのデザートブレンドと一緒で消臭能力が高いし、見た目もねまあなかなか良くなるっていうのと、メンテナンスもさっき言ったようにこの砂と同じ感じでねスプーンですくってメンテナンスができるっていう楽さと、湿度がねすごい保ちやすいですね。なんで、いいと思います。で4つ目、あ、そうで、デメリットが高いと思え、まあこれはねデザートブレンドと結構一緒なんですけど、あとは砂がちょっとねちょっとだけね粒になってるんで、潰れちゃった時に掃除がちょっとね大変なことになると思います。まあ砂みたいな感じになっちゃうって感じです。で4つ目がテラリウムソイルってやつなんですけど、デザートソイルのねまあちょっと変わったバージョンみたいな感じなんですけど、これはヤモリと樹状性トカゲなんですけど、より多湿な子にねおすすめできますっていうのもね、まあ多分、作られたパッケージとかもねほとんど似てるんですけど、まあなんかテラリウムってだけあってカエルとかのね写真とかになったりしてるんで、すごいね多湿向けだとは思います。まあ西アフとかね、今エリマキトカゲとかに使ってるんですけど、まあ違いはまだよくわからないです。まあ、もしかしたら湿度がねよく保ちやすいのかもしれないですけど、ちょっとね自分じゃねわかんないけど、まあもし多湿を買うんだったらこっちを買っとけばいいと思います。はい、そして最後ハスクチップですね。これだけね今手元にあるんですけど、こんな感じでこれがねハスクチップなんですけど、まあ、これは結構ね粗い大きいね床材になるんですけど、ちょっと後ろでチャモさんがまたご飯を食べたがってるな、なんですけど、これはね多湿トカゲとかヤモリにおすすめです。で多湿トカゲの中でもね全然、大型の子とかにもね使いやすいと思います。っていうのもまあ消臭もすごい能力は高いと思います。今自分はねスベノドトケオイガーナに使ってるんですけど、消臭能力も高いし湿度もすごい保ちやすいし、あとはね軽いしめちゃくちゃ安いんですね他の床材と比べると。なんでねすごいね使いやすいとは思います。まあ安いからね大きいケージでもね全然バーって広げて入れてもね結構そんなにお値段はかかんないですね。レイでデメリットが、まあ自分はねうんちの位置がねちょっと分かりにくいかなって感じですね。まあねちっちゃい子とかを入れるとうんちもそんなに大きくないんで探すのが大変なので、まあそこがね自分的にはデメリットですね。まあなんでねメンテナンスしてちゃんと清潔に保ちたいときはもしかしたらソイルの方がいいかもしれないけど、まあ、安さとかね他のことでデメリットが、まあ、他のことでメリットがあるのがこのハスクチップだったり、あとはヤシ柄って言われるやつも同じような感じだと思います。まあ大きいんでね一粒一粒が、なんで誤飲のリスクも少しはね、低くなってると思います。はい、ってな感じで 1,2,3,4,5,6 種類床材をねちょっと自分家で使っているものを紹介してみました。はい、まあね、結局ねどういう子を飼いたいかってなった時に、まあ、湿度が必要か必要じゃないかと、ベビーの頃はやっぱりペットシーツキッチンペーパーがいいかなって
誤飲がね、もしかしたらしちゃうかもしれないんでっていうのがあるんで、自分はそんな感じで分けてますね。はい。まあ、レイアウトしたいってなったらね、ペットシーツとキッチンペーパー以外の方が多分見栄えは良くなるんじゃないかなと思います。今回はね、じゃあこんな感じで、まあ、爬虫類カフェでもね、いろいろ扱ってるんですけど、自分家で使ってる床材はこれだよっていう中で、こんな感じのね、特徴を持ってるっていうのを紹介してみました。もしね、参考になればいいなと思います。はい、じゃあね、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャモさんがね、ここで今バスキングしてますね、後ろで。はい、じゃあね、もしよければチャンネル登録、高評価もお願いします。それじゃあ、バイバーイ。